はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、原因の特定が難しくて、発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される、仙腸関節性腰痛についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛、別名を、ねじれ腰タイプの腰痛なんて呼び方もします。でここでいう仙腸関節とは何かということ、仙腸関節とは骨盤と背骨を出てつなぐ体にかかるこう体重ですか衝撃をこう吸収をして姿勢バランスの調整に作用する関節なんですが、その関節とその周りの靭帯が損傷してこれが緩んでしまうことで生じる腰痛のことを言います。で、その特徴としては背中を曲げたりねじったりすると腰が痛いという、それからあぐらの姿勢を取るのが辛いという方、それから片側のお尻が痛いという方、それから歩いたり長時間座っているのが辛いという方、それから足の痛みがある時もあるという方がこの腰痛に該当します。で、この仙腸関節性の腰痛は特に女性ホルモンの作用で周囲の靭帯がこう緩むことで生じるという特徴がありますので、比較的女性に多いという特徴があります。なので産前や産後の腰痛であったり、さらには急性腰痛症、いわゆるぎっくり腰にもですね関わっているというふうに考えられています。このタイプの腰痛解消を目指す際には過度な負担がかかって緊張している箇所はどこか、あるいはあまり使われずに若干弱くなっている箇所はどこかというところで正しく知った上で、負担がかかっている箇所はほぐして、弱くなっている箇所は強化をするということで、そのバランスを修正するアプローチというのが有効になってきます。この仙腸関節性の腰痛では、ね、何が行っているかというと、骨盤が後傾をしてしまっていることで、例えば大腿の前面、太ももの前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋は緊張します。それから逆に背中にある脊柱起立筋やタレス筋、あるいはお尻や太ももの裏側にある大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は逆に若干弱くなってしまっているという特徴がありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこの仙腸関節性の腰痛への具体的なアプローチとして、ストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントの2つについてですね挙げさせていただきます。この仙腸関節性腰痛では骨盤が後傾をしてしまって仙腸関節が緩んでしまっていることなので、これを逆にしっかりこう締めるためには骨盤の前傾を促す運動を行うということが基本的なアプローチになってきます。特に大腿、太ももの前面にある腸腰筋とか大腿直筋という筋肉には負担がかかって動きが制限されてしまってますので、これらをしっかり伸ばしてリリースをするために、例えば片足の膝立ちのエクササイズだったり太もも伸ばしのエクササイズをリリースということが有効になってきます。それから逆に背中、脊柱起立筋や多裂筋、あるいはお尻や大腿後面、太ももの後ろ側にある大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は逆に筋が弱くなるという傾向がありますので、その仙腸関節の安定性を高めるために例えば四つ倍運動であったりお尻上げなんていうエクササイズが効果的になってきます。で、このスライドに上げさせていただきましたので、ぜひこれらをもとに実践していただきたいんですが、注意点が2つあります。1つは秒数回数載せさせていただいたんですが、これあくまで目安ですので、こまめに休憩を入れながら疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまで行う必要はありませんので、ぜひご注意ください。さらに生活改善ポイントとしては骨盤の後傾が生じていないかを常にチェックしてみてください。あと物を持ち上げる際の姿勢に注意したりですとか、長時間の座位、
座りっぱなしを避けるなんていうことも有効です。それから椅子に座る際はサポートチェアを使ったり正座をするなんていうことの対策もあります。あと依存にならない程度であれば骨盤ベルトを使用するなんていうことも有効な対策の一つになりますので、ぜひこのあたりをですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでという風になりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。